はいどうもお茶でーす。じゃあ今日もねデビルメイクやっていきましょうか。もう結構時間空いちゃいましたね。デビルメイクラー1ね、難しくてあんまりやる気が起きないっていう、ほんと難しいんですよこのゲーム。何回も死んでるし、今死亡回数0回でしたけど、でプレイ画面で、プレイ画面っていうかオープニング画面でほっとくと勝手にムービー流れるんですけど、そこで流れるプレイ画面がすげえうまかったっていう、あんだけ俺もうまく動かせたら楽しいんだろうなっていう。あーこれ買っときましょうか。なんかこういうの買ってばっかで全然ここら辺のレベルが上がらないんですよね。これ超良くないことだと思うんですよ。多分どっかで積むねこのままだと。しかも俺下手くそだからさ、クリアランクがさ毎回 C とかでさ全然オーブもらえないんですよね。これランクで一応もらえるオーブ決まるんですけど全然もらえない。さあもう帰れないよと、そういうわけですね。石板が運命はコルシアムの、あ俺これ知ってるかも。なんかこれムービーで見た、メインメニューで放置して流れるさムービーで、あれじゃねえかな、あの魔剣士みたいなのと戦うんじゃないかな多分、わかんないけど。なんかグリーンオーブあからさまに置いたんだけど、いや全然違ったわ。なんだこいつら、やーべえめっちゃ強そう。いや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 、これちょっと待って、久しぶり、待って、いやーこれ打ちずれ、ちょチキンプレイ、チキンプレイ、あおら、なんか飛ばしてきてんね針みたいなの。死んだか、あグレネランチャーマジ強え。待って見えない見えない、全員死んだのか。音楽鳴りやんでないってことは、あ死んだ、あ死んだっぽいね。で、レッドオーブマジ大事。なんかあっちイエローオーブあったね。なんかこんなとこにもレッドオーブが。どこにイエローオーブが？これも大事なんでね。で、あそこにあった、あからさまに置いてあったグリーンオーブを取って、あれ？あ、取れた取れた。なんかここすげえ広いから、どこ行けばいいんだろう。とりあえずここの光ってる場所行こうかな。なんかねここもちょっとちらっとムービーで見た気がするんだけど、なんか新しい武器とか手に入るんじゃないかな多分。なんかあからさまにレッドオーブが、あーこれエレベーターですね。 なんかあんのかなこっち側。なんだろうこれは、デビルスター、お、アイテムっすね、ありがたい。でこのエレベーターを、さあこれどうしよう、グレンドランチャーでいいかな、なんか微妙に使いづらい。わーこれジャンプで渡っていけってやつか。どっから、あ、すっげえ見づらい。で、どこ行けんの次。待って、見づれこれ。あ、いいのか。それ、高さとかさ、距離とか、すっげえ見づらいんだけど、これ。下に行ったとき行けば間違いないはず。おっきなんかある。あ、多分あれだ、アイテム。いや、無理でしょ、これ。これ、具だったらカットします。オッケー。行きました。我が名はイフリート、我を目覚めさせる愚かなる者よ、地獄の豪華を。あこれですね、新しい武器。
よくわかんないけど、なんか手に入れましたね。これね、なんかね、前の記憶であるんですけど、あんま強くなかった気がするんだよな。結局アラストが最強みたいな。ちょっとアクション見てみましょうか。これかな。あれ、ロードしてんのかな。ん？いやでもこれ丸押せるけど、ここ丸押せないんだけど、まだ何もないよってこと？多分そうだな、これ。お、早速試し切りしてくださいよと言わんばかりの。いで。なんだこれ。ちょっとイフリートのこれ使ってみますか。悪魔。なんか、なんだろう。なんとも言えない。あ、ラッソルでいいかな。あ、ラッソルはやっぱ、やりやすいっすね、これね。またなんかスキル手に入れたら使えるようになるのかもしれないけど。あ、あ、データこの鳥。これもあのメインメニューで放置してたら。これ超強そうなんですよね。なんかムービーでチラッと見たんですけど、これね、多分ね、エボニアンドアイボリー、なんだ、なんかバグってる。ね、これね、エボニアンドアイボリーの方いい気がする。多分ね。これどうやって剣攻撃当てりゃいいんだろう。とりあえず初見なんで何回か死ぬかもしれないです、これ。危ね。あ、ここ伝っていけってことか。いやー、これまたやりづれ。いで。は？は？それ攻撃判断やんのかよ。いやー、すげえきつそうなボスだな、これも。いてー。わけわかんねえ。いやー。マジ下手くそなんだけど、俺このゲーム。距離感とかさ、その他もろもろが本当につかみづらい。どこ行ったお、これ。もうゴリ押しゲスト、結局。これ、どこに攻撃判定あんの？こいつの暗い判定がよくわかんない。何が来る？これか。とりあえず、これで攻撃して、これは多分突進かな。お、なんかダウンしてくれた。マジ距離感がつかめねえんだってオッケーオッケー、いいよいいよ。なるべくあんまりダメージとか受けないでコンボ伸ばして、高いランクでクリアして。うわー、見えねえそれ。これでっかいの、低いの、オッケー。強え、これ。さあ、何が来る？突進。あ、これは。これなんかラチェクラであったな、こんなん。やべえやべえやべえ。待って、バイタルさん。危ねえ。オッケー、危ねえ。焦った。ああ、もう下手くそかよ。多分これで終わり。終わりって言ってお願い。終わって。終われ。オッケー、死んだくさい。オッケー。いや、ほんとこのゲーム難しい。いや、ほんと難しい、このゲーム。さあ、ほんと距離感つかみづらいんすよな。何回も言うけど。ん？あ、イフリートのことじゃね？イフリートで殴れってことか。
いやー難しいな。多分殴れってことかな。違うか。あ、当たってた。うお、なんかいかにもな場所。とりあえずラストルで OK だな。なんか出るでしょこんなん絶対。すげえ視界悪い。うおービビった。なんかいかに今のホラーだなこれ。やばいやばい。なんか来た。またボス戦かこれ。ただのマリオネットかよ。いや、なんかいるな。親玉みたいなやついる。これね、エボニー&エボリじゃなくて、これですね、グレネードガン。見えねえんだよな、これな。ちょっと一回見える位置に移動して、なんかいる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 。これマジ見えねえ。カメラワークがきつすぎる。なんか手に入れた。後ろにいるな、これ。なんか音聞こえる。なんか死んでるな。誰か死んだな。あいつか。なんか湧いてきてるな。まだ死んでねえよな、多分。オッケー、死んだくさい。なんか湧いてきた。待って、レッドオーブだけ。ちょっと待って、コンボ数伸ばさないと、やばい、ランク2、これ、すげえ。あー、こいつだ、こいつ。ちょ、オッケー、危ねえ。まあまあまあ、いい感じにコンボ数は伸ばせたかな。いい感じにレッドオーブも集まってきてる。どこがいたんだっけ？あ、ここか。さあ、そろそろ終わりかな。レッドオーブ来て、なんか壊せそうだけど、これ。なんもない。なんか上ありそうじゃねえ、これ。ないか。ないね。ちょ、イフリート見てみよう。あー、なんかどうしようかな。これ超強そう。なんか基本的に育てたら超強そうだけど、どっちがいいんだろう。これね、エアハイクってこれ超強いんすよね。悩むな。まあいいや、とりあえず壊せねえかな。壊せるね。なんかいた。まあ基本的にはご利用していいかな。なんか上にもいますね、これね。お、イエローオーブ。オッケー、これ強いな。すげえ。うおー、なんだあれ。ダウンいっぱいさせて、なんか来る、なんか来る、なんか来る。いてててて、初見殺しやめてくれ。これでいいよもう。えいで。お、湧きすぎじゃねえか。きついぞこれ。なんか来る。まあ、飛ばれてきた。ちょっと湧きすぎじゃない？なんかあいつ、ほっとくとやばそう。なんか来る、なんか来る、なんか来る、なんか来る。ちょっと、ちょっと、ちょっと。それ、あれじゃね？どうやってそれ抜ければいいんだ？動き止めるしかないのか。やべ、レッドオーブ回収しないせいで消えちゃった。ああよかった。あ、すげえ溜まったな。でもおい、これレッドオーブ使うやつじゃないかよ。
だからこんだけ人いたのか、一つか敵。今回エピソード長いな。なんかまだ歩くさいぞこれ。あ、終わった、よかった。はい、ちょっと最後にランク見てね、終わりましょうか。あ、やっぱ C なんだ。難しいな、やっぱこのゲーム。1258か。はい、ということで、じゃあね、今日はこんな感じで終わろうと思います。まあデビルメイクラ自体は面白いんですけどね、まあ結構俺こういうの下手くそで、あんまりねうまく動かせなくて、まあ、そういうのもあってね、結構やる気が落ち気味なんですけど、まあ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 定期的にはね更新していくつもりなんで、その時になったらね、よかったら見てってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。